気ままな隊長の実況部屋。気ままな実況部屋へようこそ。どうも隊長でございます。翼ヘブン、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、前回のところから読んでいくぞ。まだ今のところ俺が読んでいるだけなんだが行こう。ファミレスを後にして羽石を家の近くまで送る。車の中では終始学校生活の話題で盛り上がった。あの女子と男子が最近別れたとか、いい加減教室にエアコンをつけてほしいとか。まあ教師と生徒だ。話題の範囲はそれぐらいしかないが、それでもこうやって羽石と二人きりでゆっくり過ごす時間は楽しいと感じる。俺は明るく笑ってくれる羽石の顔を見るたび、なんだか心がほっとした。先生、ごちそうさまでした。ハンバーグ大きくて美味しかったな。また食べに行きたい。僕さ、いつも一人で食べる夕ご飯の時間が本当は嫌いだったんだ。小さい頃からずっと寂しい気分を変えるために面白いテレビを見ながら食べても全然楽しくないし、自分でレンジで温めて食べるから手料理のあったかい味もよく知らないし、だから久しぶりに誰かと夜ご飯を食べることができて嬉しかった。ん、あれれ、なんかしんみりさせちゃったかな。先生ごめんごめん今日は本当にありがとう。また明日ね。羽石は笑顔で手を振りながら暗がりに消えていった。俺もひらひらと振っていた自分の腕を止め、静かに割に帰る。やっぱり教師と生徒が二人きりで食事なんてまずかったよな。いけないこととはいえやってしまった。乙女以外の女と食事なんて何年ぶりだっただろうか。こんなこと乙女にはもちろん秘密だ。本気で怒られはしないと思うが、女は男を疑い始めたら面倒くさいからな。それにしてもなかなか新鮮な気分を味わえた。本音を言えば羽石はクラスで顔が一番可愛いからつい特別扱いしたくなってしまう。羽石は時折見せる女らしさが妙に俺を引きつける。凛とした顔つきなのにあどけない表情が可愛いと思う。マナーモードにしてなかったと思うもうなんて考えてる場合か。羽石との食事は楽しかったが、学校に知れ渡ったら大変だ。俺は、一抹の不安とともにキロへ向かい直した。まただ。神様、これは一体どういうつもり？僕を惨めにしたいの？それとも今更憐れんでくれた？でもこの男には茨が巻きついてる。触れたらトゲが刺さってしまう。男にはって言ってるってことは主人ター君視点で言ってるわけではない。これは乙女ちゃん視点で言ってる。どういうことそのトゲは死に至る猛毒なのか、ただの軽傷で済むものなのか、触れてみないとわからない。まさに人生をかけたセレクトゲームだ。もしも僕がこのゲームに勝ったら、天国か地獄かどっちに転ぶんだろうね。あ、待って、翼ちゃんか。僕っ子だったよね、そういえば。翼ちゃん視点かこれなるほどね。今さら翼ちゃんの声で読む？まあいいよ、このゲームにかけてみようじゃないか。もともと捨てようとしていた命だし、どうなったって構いやしないんだ。さあ神様、僕のこと最後まで見届けてよね。
そういう関係になってしまうっていくのはもう見え見えなんだけど、どうなっていくのかだな。朝だ。昨夜のファミレスでの食事を誰かに見られていないか心配で仕方なかったが、俺は平常心を装い静かに校舎へ入った。平常心をだよね、これ脱字かな。職員室に入ると 教師陣はミーティングをしたり各々パソコンへ向かい作業をしている。いつも通りの光景だ。くすぎ、あれもう忘れてる。くすぎだよね。くすぎ先生、おはようございます。おはようございますといつもより丁寧気味に挨拶を返す。よし、バレていないみたいだ。夕方、放課後。昨夜の件でいつ声をかけられるかと気を張った状態で過ごしたせいで妙に疲れた。まあそれもこれも自分に原因があるんだが、羽石はというといつも通り普通に過ごしているようで俺と接することはなかった。うん、まあ相手は高校生、純粋な子供だ。教師が下心で食事に誘っていたなんて到底思わないだろうし、羽石は賢いだろうから俺と食事で行ったと言いふらす心配はなさそうだよな。大丈夫だよな。俺は仕事を早めに片付けると帰りの支度をして廊下に出た。くずき先生、当たってた、くずき先生だ。これが翼ちゃんの大親友明らかに大学じゃねえ、高校生の格好じゃねえんだけど、なんだそれ。にへ、やだ先生、なんだか今日は挙動不審ですよね。あ、ですよ。ん、そんなことないって。エミリにはそんな風に見えますけど、何かあったんですか。あ、もしかしてギャルのパンティーを盗んだとか。いやー、大変変態だ。へえ、なんだっけおのより、ごめん忘れた。でも、もしかして狙われてるのかな。おのよりえみ、いつもヘラヘラしていてつかみどころのない生徒だ。他の生徒からはネクロマンサーとかマッドサイエンティストとか司祭様とか、わけのわからない変なあだ名噂されている。美人でスタイルもいい、おまけにお嬢様育ちなのに、か風変わりなんだよな。おのよりいっぱい出てくんな。おのよりは羽石の親友だったな。もしかして昨日のこと羽石から聞いていたりするのか。先生の右ポケットとか怪しい。変なもの持っていません？うりうり、おのよりがチェックしてもいいですか。なんちゃって。っていうか、あてにおちゃらけはここまでにしておいて、翼ちゃんから、くずき先生、何か相談とか受けていませんか。そうですか、まだか。ねえくずき先生、あの子少し前からちょっと変なんです。1ヶ月くらい前からいきなり自分のことを僕って呼ぶようになったこと、先生気づきました。あ、そうなんだ、それまで違かったんだ。んそうだったのか、全く気にしなかった。羽石とは親密に喋ったのは昨日が初めてだったし、かといって特に変わった様子もないように見える。他の教師や生徒からも心配な話は上がってきていないが、私心配なんです。翼ちゃん、たまにすごく悲しい顔していることがあって。どうかしたのって聞いても、親友の小野よりに何も教えてくれないし、絶対何か大切なことを隠しているに違いないんです。だからもしあの子がくずき先生を頼るようなことがあったら、
しっかり見てあげてください。助けてあげてください。守ってあげてください。どうかよろしくお願いします。おのよりは神見様な面持ちで頭を下げてきた。こいつこんなに友人を思いやるような生徒だったんだな。それにしても羽石が変ってどういう意味なんだろうか。指切りはい、指切り減慢してください。約束のおまじないですよ。ほら、ぎゅっ。指切り減慢、嘘ついたら地獄にほっとす。指切った。おいおい、この年で高校生と指切り減慢なんて恥ずかしいじゃないか。指切りなんて何年してないんだ、本当もうよし、これでオッケー。無事に契約成立できてエミリは満足しました。それじゃあまたね、先生。そう言うとオカルトマニアっ子の斧よりはふだりと去っていった。あいつやっぱり変わってるな、美人なのに。あ、来た。あ、先生。階段を降りると早速羽石がいた。うん、まあいつも通りの明るい表情じゃないか。斧よりのいていた変なところは見当たらない。今日の先生なんだか不審者みたいな顔してるってみんな怖がってたよね、あの昨日のサミレスのこと心配してるんでしょ。大丈夫だって、きっと誰にも見られてないよ。それにもし何か問題になったとしても僕が先生を守ってあげる。先生がしたことは何も悪くないんだから。ところで先生、今から時間ある？相談したいことがあるんだ。ちょっと来てよ。あ、お家に帰るよだが断る。今日はもう帰るから無理。お家に帰るイケボ。ちょっとここちょっとセーブしておこうかな。セーブちょっとここ全部見たいな。お家に帰るよ。なに？来てくれないの？それなら僕ファミレスの噂流しちゃおうかな。いいのかな？それは大いに困る。こう、ちょっと待って、ちょっとごめんね。あ、屋上、あー屋上、なんかよくありがちなあれだけど、ちょっと待って、ここさ。だが断る。あ、一緒なんだ。あ、一緒なんだね。変わんねえんだ。なるほどね。あ、でも一応お家に帰るのルートで行こうかな。一応ごめんね、何度も行き来しちゃうけど。お家に帰る。僕はお家に帰るんだ。さあ屋上で何が話される。屋上は風が気持ちいいね。夕焼け小焼けが綺麗だな。だいだい色の夕焼けって青春って感じがする。ねえ先生、昨日の僕を食事に誘った本当の理由は何？正直に教えてほしいな。羽石は真剣な顔で話し始めた。いきなりどうしたんだ。俺が羽石を飯に誘った理由、それは。羽石の寂しそうに笑う顔が切なくて、放っておくことができないとそう思ってしまったから。冗談、ただの冗と、顔が可愛かったからなんてバカなことを生徒に言えるわけがない。どうしたの？じゃ、黙っちゃって。え、もしかしてただの気まぐれだった？先生男なんだし、下心があったとかそんなんじゃないわけ？
いや、黙っとこよ。そっか、なんだ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 。僕ってやっぱり女の魅力ないよね。先生がさ、夕ご飯食べようって言ってくれた時、もしかして先生は僕に気があるのかと思ったんだ。だってそうじゃない、あれはプライベートな時間でしょ、学校の外だもん。僕そんな風に下心があって誘われてるんだとしても、それでもいいやって思ったんだ。だってそう思われたかったから、その方が嬉しいから。ポロポロと涙がこぼれる。だいだい色に染まった雫が切なく落ちる。羽石の泣く理由が理解できなかった。こいつが言っていることって、もしかして俺のことが好きって意味なのか。羽石は静かに涙を流しながら俺を見つめ直した。ふわりと吹いた風が俺たちの間を通り抜ける。でも違った、先生は何とも思ってない。僕の勘違いで、僕はバカだ。ああ、やだな、こんな。僕、携帯。なんだって、まさかこいつ。そうだ、ここ屋上だし、パッと飛び降りれば簡単に死ねるね。早く死んで生まれ変わりたい。今度はこんな残酷な世界じゃないどこかで幸せな、もう一度ちゃんと女をやり直したい。そうだよ、そうだ、今の僕は誰にも愛されない欠落した生き物だ。生きる価値なんてない。翼の足が屋上の柵を越えようと進もうとし越えようと進もうとしている。そんな彼女の小さな手を俺は力いっぱい掴んで握りしめていた。は、何、全然。お前に死んでほしくない。なんで、だって先生は僕のことなんて何とも思ってないんでしょ。どうしてそんな無責任なことするの。その無責任な言葉が、行動が僕を傷つけるんだよ。こんな僕なんて、僕なんて、僕なんて、僕なんて。先生、そこで好き、やんでる子っていうのはまあ分かんなかったとしても、嫁がいるのに好きだは使っちゃいかんって。先生しかもこういう子に好きだって言っちゃうと依存されるぞ。本当もうダメだなっていうところで、あのね、時間がちょうどいいんで一旦ここで終わっていい？そう、お前が好きだっていう選択肢からいきたいと思います。次回はすんげー中途半端だけどはい、ということでごめんね。ということで、この動画が良ければこの動画の高評価と僕のチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回よかったらお会いいたしましょう。今回失礼いたします。それではバイバイ。